はい、オッケー、私もオッケー。第2弾です。はい、2021年の5月の2日でございます。5月の2日ですね。今日はケンさんを呼びして、はい、本のお話をちょっと聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は私のチャンネルでも使うから、私の友達とかにも、うん、ケンさんのことが知ってもらえるように自己紹介をちょっと軽くしてもらっていいですか？そうだね、OK です。はい、そしたら、皆さん、こんにちは。ケン門脇と申します。はい。で、今ですね、スピリチュアルオーラカウンセラーと、うん、あと、執筆家と、あと、YouTuber。はい。は、歌を歌ったりアーティストです。あとダンサー、うん、あとまあ講演家だったりとか、まあ、いろんなことをやったりして、うん、でまあ結構旅が好きなんで、うん、いろんなとこ行ったりとかしてるんですけど、で今33歳で、うん、で出身が宮城県の大崎市というところで、うん、今住んでるのが大阪のですね、東大阪市に住んでます。はい、はい。で YouTubeのメインチャンネルは、旅人シャーマン世界の剣門脇チャンネルというのをやってます。はい、イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうで、ケンさん今回5月の8日ですよね。うん、5月8日です。本が、で本のタイトルが地球を 51% 愛せたら、うん、あなたはこの世の成功者っていう。そうなんですよ。まあなんかこんな感じに見えるから、かっこいい、これが見える、ね、ちょっとあれだけど、うん、これちょっと表紙なんですけど、うん、まあ、Kindle の電子書籍でね、初出版します。初出版、うん、そっかそっか、うん、この本を今回テンさん書こうと思ったのは、僕もともと、自分の自伝ね、うん、自分の32年間の、本を、去年オファーいただいて、でそれを、まあ、出すために本書いて、うん、ただその紙で出版する本なんだけど、まあ、コロナとかの影響もあって、はいはい、出版が結構伸びてて、で、まあ、来年だから2022年の冬かに売予定、うんうんうん、なんで今こう進んでるんだけど、はい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 、まあそのタイミングでなんかできないかなっていう思っていうかね、まあそのまあ執筆家とは言ってるんだけど、実際に執筆の出るまで時間あるからっていうので、はいはいはい、なんだけど、まあクラブハウスっていうのが、まあそうだね、今年2021年の1月2月くらいから来て、うん、でそこでそうたまたま出会った人からこう Kindle っていうかその電子書籍の出版、はいはい、っていうのを知って、うん、で元々ね、そういう電子書籍の出版みたいなのってね、前に誰かから聞いてて、はいはい、ブックしてたんだよね。だから、かなっていう気持ちは多分頭の片隅にあったんだけど、うん、それがなんかこう出してる人に出会って、こうそういう流れになってきたっていう感じ。うん。もうタイミングがじゃあそっちだったん、ね、電子が先っていうか。まあ、コロナのおかげでもあるよね、うん、だからその早いタイミングで来たっていうのは、うん、もうすぐ形になる方っていうのをね、まあこう選択するような流れになった感じかな、うんうん、そっかそっか、うん、でこれで今見てるんだけど、うん、このさ、うん、今回のその本の見どころというか、はい、うん、こう今見てるの第一章、うん、自分を愛することから全ては始まるっていう、うん、そうだね、うん、だからまあ僕がなんでこれをねパッて書こうかなと思ったかっていうと、うん、まあ、僕それこそそのスピリチュアルカウンセリングやってるんだけども、はいはい、まあそうだね、50人近くやってきて、まあ、半年くらいかな、うん、そのまあ、日本人がもう圧倒的に多いんだけど、はいはい、
明らかに自己肯定感がみんな低いんですよ。だからすごく自分のこと責めちゃって、自分ってこれでいいのかなっていうところに、なんかこう思ってる人が多すぎるというか。確かに。まあ、特にその僕のカウンセリングってやっぱそういうスピリチュアルってつけてるから、うん、女性が圧倒的に多いんだけど、はいはい、やっぱり今までの時代背景もあってか、女性がすごくこうなんか、なんていうか、みんな閉じ込められちゃってるっていう感じがして。で、まあ、僕すごいその、なんていうか、感覚とか、うん、性格的な部分がすごく女性的なんで、うん、だからその今までいろんなこと感じてきたことが、逆にこう今、まあ、与えられるというか、うん、それで結構その自己肯定感っていうところに僕も向き合ってきて、はいはい、すごくその、まあ、低かったんだよね、自分が低かった、うん、でもまあ 51% っていうこの50ね 1% さ、うん、この数字はまあ 100% ってなっちゃうとすごく高いレベルになっちゃうけれども、まあ 50% 半分より 1% でも自分のことを愛せると要はプラスだよっていうことを伝えたくて、あ、それで 51% なんだ。そういうことが言いたかったんだね。はい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 。だから51っていう数字をあえて使って見たんだよね、うん、深いね。そう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 。だから数字ってすごくやっぱりなんていうかな、分かりやすいかなと思って、うん、まあ、今回その初出版するんだけれども、うん、まあ、そのタイトルにはそういう、こう数字っていうものをまあ入れていったりするとね、結構いいものがあるかなって思ったりして、ちょっと数字を入れてみました。はい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 。確かにそうだね。自分のことを半分以上、半分よりちょっと愛せたらもう、うん、確かに自己肯定感が。でもだってやっぱ私もそうだけどさ、そのケンさんも自己肯定感低かったわけじゃん、うん、やっぱ自分のこと嫌いだったっていうこと。ああ、そうだね。なんか自信がなかったから、だから慣れなかったんだと思うんだよね、うん、はいはい、自分がいいのかなっていうことをずっと思って生きてたから、うん、この、まあ、そうだね、30歳になるぐらいまでかな、うん、でも自分を愛するためにというか、まあ、この世界に生まれて、うん、なんか何ができるんだろうってずっと自分のこと考えてて、うん、まあ、チャレンジを続けてきて、その、まあ、自信がなかったからこそ、うん、いろんな経験だったりとか、まあ、自分なりの知識を蓄えてきた、うんうん、それでそうだね、いろんなことやってきて、うん、まあ、自分ですごくこう満たされてきてるんだなって感覚に変わってきてるから、それもあって、うん、まあタイミングが来たんだと思うんだよね。うん、やっぱこう今満たされて、自分が満たされたからこう自然とこう人に、うん、だからまあそうだね、2020年の8月に、うん、まあ、スピリチュアルカウンセリングありますっていうふうに宣言して、うん、実際にそうやってたくさんガーッて来てくださって、うん、まあそうだね、やってみて思うというか、うん、あ、自分って与えられることすごくたくさんあるんだなって、はい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 、で社会とつながってるというか、貢献できてるっていうその喜びがすごくなんか、なんだろう、自分を肯定することにもつながってきたっていうか、はい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 、うん、それがね、自分がや、人がやってることが自分のためにもやってるってことなんだから。そうなんだよね、だから、うん、なんか昔すごいやっぱエゴの塊だったから、うん、なんか自分のためっていうことが強かったんだけど、うん、まあ、いろんな経験を通して本当にボーンと落とされて、うん、で、まあ、いろんなそこのどん底っていうところを味わった上での今だから、うん、まあ、30越して、うん、人の痛みや苦しみっていうかさ、うん、まあ、自分なりに経験してきて、はい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 、まあ、でもそういう経験が必要だったのかなと思って、うん、うん、だから自分はなんか自分に優しくなれるというか、うん、うん、確かに。でさ、結局やっぱり自分がそういうふうに変わってきたから、うん、誰かに何かをしてあげたいっていう方向に変わってきたんだ。はいはい、自然にね、なんか人にやらなくてはいけないとかさ、
なんかそれが生き方だとかそういうのじゃなくて自然に心からやっていきたいと思えたっていう感じで、そうだね、なんかだから、あ、すごく僕が生きてて人のためになるんだなって、なんかすごく例えばカウンセリング1時間半から2時間くらいでやるんだけど、すごい暗い顔してたりとかちょっと、なんかボソボソしてた人が、すごく明るくなっていくんだよね、その1時間、でなんかすごく腑に落ちましたとか、あけましたって言われた言葉を聞いたときに、あ、なんかすごく、まあ、自分のことのように嬉しくなるっていう、それがなんかすごくこう つながってるっていうのかな、その人つながってるっていう感覚になって、それがすごい満たされてきたっていうか、確かに確かにそうなんだ。でもね、だからこそやっぱりこう本もそうだけどさ、たくさんの人にこう自分のことを愛してもらいたいというか、まあ、自己肯定感、だから結局僕もいろいろ自分と向き合ってきて思うけど、なんか自分ってオンリーワンだから、だからね、まあ、唯一無二って言葉もあるけど、本当にそのもの自分しかいないなっていうのはあるんで、だからオールオッケーだと思ってて、すごくそのオールオッケーっていう言葉、最近すごく僕は思うから、だから偏っちゃってるんだと思うんだよね、考え方が。これもできないからダメ、あれもできないからダメっていう考え方があるけど、まあそれはそれだよねっていう感じかな。みんなね、それを持って生まれてきてるというかね。わかる。だからまあこの地球っていうところ、まあこのねところに生まれてきて、まあその学び合うためっていうかさ、自分が欠けてるから誰かに頼っていって誰かとつながるっていうことをしていくために、まあ今回生まれてきたんじゃないかなと。確かに。だからそういう意味で、でもやっぱ与えていく、まず前に自分を愛していかないと、与えようと思っても与えられてないっていうか、そのずっと欠乏感になっちゃうっていうか、それも僕はすごくずっと感じてたから、だからまあそうだね、一番最初に初めてじゃあ自分で出そうと思った時に、それがインスピレーションっていうか、なんかふっと降ってきたんだけど、まあ僕が一番そうだね大事にしてる自己肯定感っていうところの、まあ、本が出来上がりましたっていう感じかな。はい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 。そういうことか。そうだね。許す、そして手放す。自分を許して愛していくワークとかも書いてあるのね。そうだね。まあこれは本当にいろんな僕も、なんて言うんだろう、そういう YouTube だったりとか、セミナーだったりとか、自分なりにいろいろ本読んだりとかして、これいいなっていうものを実際に実践してきて、やっぱりその、なんていうかな、自分を愛するっていうことも、結局はアスリートと一緒っていうか、数が変わらないから、ちょっと継続していかないと、そしてそれに馴染んでいくっていうか、状態。今の状態がネガティブだったら、やっぱりその、ちょっとずつ積み重ねてこっちに行くっていうか。っていう、やっぱりその、まあだからずっと続けること、継続することがやっぱ大事だと。確かに。そう思うと、あれ、今のケンさんと、その、自己肯定感とかそういうのに会う前のケンさん、だいぶ違う。そうだね。だから、まあ、若かったってのもあるけど、すごいねって褒められたりとかすること多かったの、歌とか歌ってても。ああ、はいはいはい。いいねとか、いや、門脇くんすごいいいねって言われるんだけど、なんか自分ではそう思えないっていうか、もっとやろう、もっとやろうっていう、その、もっともっとになっちゃって、で、なんかいろんなことやりすぎて、で、自分、人にこう頼れなかったから、それで、
崩れちゃうっていうか。はい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 。うん。ことはね、まあ、20代の頃に経験したよね。それでこういう自己肯定感とかにあって、自分を愛することとか。そう。うん、だからそれを学ぶために、その、自分もすごいエゴがあってとか、そういう自己肯定っていうか、うん、すごいこう、あと、まあ、承認欲求っていうのもすごい強いから。はい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 。それはでも、まあ、もっと生まれたものでもあるから、しょうがないのかな、うん。最近は思ってるんだけど。うん。確かに。いい感じかな。そうだね。承認欲求ね。確かに。本を書いてて、ケンさんが一番楽しいと思ったところとか、なんかある？まあ、楽しいと思うというよりも、うん、もうなんか、なんだろう、パソコンに向かって、バーって、勝手に手が動くというか、うん、あんまり楽しいとかそういう感覚は特に、そういう感覚じゃないんだ、もうなんかスイッチが入るというか、はい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 、なんかそうだね、ブワーって書く感じだったから。どう、自分で読んでみて、すごいなんか、うん、なんかでもそのなんだろう、あ、こういう言葉の言い回しとかできるんだっていう風に、あのね、ブワーっと終わった後に見たときに思ったことはあって、はいはい、だからすごいよね、自分って結構、あ、こんなこと考えてたんだとか、こんなことをやろうと思って生きてきてたんだなって、うん、その文章を読んで初めてわかるというか、はい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 、確かにね、うん、そうそう、確かにこんな言い回しできたりとか、こんな文章とか書けるんだ。でもそれだけ自分の中でインプットしたものがあって、うん、まあ、たくさん本読んできたけど、うんうん、あ、でもそういうところから多分その自分の頭の中っていうかに入っているものを、うん、まあ、なんだろう、勝手に組み立てるっていうかさ、うん、なんかだから何にもないパズル がさ、ピースをこう入れてって視覚化したみたいな感じだよね、もう。そういう感覚かな、うん、確かに。昔好きだったの、パズルとか作るの好きだったから、あ、それとか、まあ、ものづくりだよね、ものづくり、うん、この何もないところから作っていくっていう過程が本当に好きで、うん、だからそれが、まあそうだね、うん、うん、ただ本になったっていう感覚かな。はいはい、もうぜひじゃあ皆さんにも読んでいただいてっていう感じですね。ぜひぜひ。あとなんか、まあ、あの今年ね、だから、あの、うん、まあ、あと4冊出すっていう目標。ああ、はいはい、今もう書いてるんだもんね、まあ、2冊目ね。そうなんですよ、だからまあ1ヶ月ごとぐらいに出していく感覚だから、5月出したら6、うん、7、8、9かぐらいでね、ちょっと、まあ、出せていったらっていうかね、うん、まあ、来年の冬にほら1冊出るから、それに向けて5冊はあったら、うん、まあ、あとその自分のそういうの本を通して、うん、なんて言うんだろう、まあ自分のカウンセリングだったりとか、まあ自分の人柄を分かってもらって、うん、なんかこう実際にお話ししたりとかね、うん、する機会があればいいなっていう自分の宣伝でもあるかな、うん、そうだね、まさに今見ててここに書いてある、人生は幸せな方向にしか進んでいないと信じるっていう。ね。あれ？ケンさん、溜まってんじゃん。ケンさん、溜まってるよ。